世界の終わり The House。 神奈川県16歳、男の子、ラジオネームリソ。ハビットのダンスがとても流行していて、僕の周りにも踊っている人がいます。そこで僕も挑戦してみたくなって練習してみたのですが、うまく踊れなくて思いのほか結構苦戦しています。メンバーの皆さんはダンスを習得するのにどれくらいかかりましたか？またコツなどありましたら教えてもらえるととても嬉しいです、ということで、なんか踊っていただいているそうです。難しいよね。難しいと思う。俺たちもゆっくりやればいいんだよ、だから、そうね、テンポちょっと落としてとかできんのかな、YouTube とかで、YouTube だったら再生速度落とせるね、5倍速とかそういうのできるよね、パワーバフが出してくれりゃいいんだよ、ダンスゆっくり How to 動画みたいにね。そうね、振り付けの、ね、俺教えらんない。俺は、でもみんなそれぞれなんか苦手なとこ違う感じだったよね。なんか結構指摘される箇所違くなかった、メンバーそれぞれ。いやー、もうだってもう大変よ。世界最速で動いたよ。だ、人生最速で動いた。世界最速は言い過ぎた。世界最速は大きく出た。大きく出たね、人生で一番早く動いたんじゃない？どうです？ダンスやってみて、どう、あ、なんか、沙織ちゃんが評するにね、今回のハビットダンスと言われてますけど、ハビットダンスは脳にいいと。はいはい。茂木さんみたいなことをおっしゃるわけじゃないですか。はいはい。やっぱ、ハビットのポーズ、例えば深瀬くんのその、うちの息子が作ったのカマキリポーズっていう。あ、そういうと、大カマキリだからって提供されるから。大カマキリポーズね。あのポーズをしながら、なんかこう、マイナスなことって考えにくいというか、あ、なんかな。サムネのやつですね。嫌だな、みたいな、もう。YouTube の。なんか明日、なんか、もう何もやりたくないなって、考えにくいの、すごい。こうしながら。脳に。なんであの人あんなこと言ったんだろう、ムカつくなとか。考えにくいんだよね。だからこう、ポジティブなことを考えやすいような振り付けになっていると思って。これはなんかすごくこう科学的に脳にいいっていうのをちゃんと実験したら立証されるんじゃないかなと思ったんだよね。ハビットダンス脳科学者にやっぱり実証してもらう。そう、立証してもらって、どうすんの？いや、あんま関係ないっすねって言われたら。いや、絶対ある、実感があるんだから。ああ、なるほどね。だからなんかこう、ハビットダンスに教わるなんかポジティブな考え方みたいな。いや、書籍うさんくさい。書籍出ちゃう。もぎさんとかがこのポーズはみたいな。もぎさん対談されてましたよね、沙織ちゃん。あの、対談ね。はい。ラジオに呼んで、ね。2回目の、そう、対談で。次はね。どう思いますかって。私はそう思ったんですけど、っていう感じで。ね、対談をまたしていただくっていう。でも絶対あると思うよ、やっぱり。ある気がする。やっぱり俺もすごい、なんか、めっちゃ、まあ今回ツアー中俺体調崩してたから、結構このダンスに助けられたことはあったよ。楽しかったし、やっぱりパワーパフの3人と踊ってんのも楽しかったし、それこそ監督の大君もダンス一緒に練習してたんですよ。だからパワーパフ3人と俺と大君5人、そうね、でいつも踊ってて、もう超ハイテンションよ。いやー、テンション高いもん、パワーパフのみんな。でしょ。パワーパフのね、3人すごいいいオーラというかね、周りをプラスにする感じすごいもんね、そう。いや、だからね、いいよ、なんかコツじゃないけど楽しんでくれるのが一番いい気がする。なんならパワーパフの3人もそう言ってた。言ってたね。世界の終わり、中陣です。沙織です。 DJ ラブです。世界の終わりザハウス。さあ、ラブさん、まずはメッセージ紹介してください。北海道二十歳男性、ラジオネームリッタン。深さん、第31回日本映画批評家大賞新人男優賞受賞おめでとうございます。深さんは映画キャラクターでたくさんの賞を獲得しましたが、メンバーに賞を贈るとしたらどんな賞を贈りたいですか？いや、すごいよね。何個取るつもりですかってぐらい本当にいろんなところに
ね、日常会話で初めて使うかもしれないけど、そうなめってやつ。いやいや、やめてくれよ。なんだよ、そうやって、ね。そうなめじゃないですか、もう。いじってんだろう。これはそうなめってやつだね。ねえ、これそうなめと言ってもいいんじゃないですか、うん、いやちょっと、何の賞を送りたい。だから俺ほらいつも言ってるじゃん、沙織ちゃん誕生日プレゼント何が欲しい、トロフィーでいいっていつも言うじゃん。、ね、うん、毎回、毎年言われるやつね。毎年トロフィーだけはいらないっつってね、うん、あんのよ、蒲田にトロフィー作ってくれる。あるよね、あるよね、蒲田にトロフィー屋さんあるから。2階でしょ。そう、俺あの必要、来たるべき時が来たら俺このトロフィー屋さんでトロフィー作るんだいって思ってデビューしたわけ。、うん、でもね、誰もトロフィー今のとこね、トロフィー欲しいっていう言ってくれた。トロフィーね、もらってないね。かおりちゃんの出産祝いとかやっぱトロフィーめっちゃふさわしいかなって思ってたんだけど、ちょっと飾るところがないって言われたから。出産、いや、いいじゃない、深瀬くん。そこの日本映画批評家大賞の新人男優賞のトロフィーだったら欲しい。それは素敵だと思うけど、うん、出産おめでとう。バイフカセみたいな。そうだよ。いらないよ。どこに置くの？え、だから、その、ドアガラピンポンってやってガラッて開けたらトロフィーをあの、プロポーズする前の花束みたいに持って待ってるんですよ。おめでとうって言って。そう。何が嫌だって、多分、トロフィーって結構重い。重いよね。渡された時に。絶対結構高いよね。あんだけ重いんだもんね。高い。高い。うん。トロフィーね、誕生日にトロフィーっていうのはちょっと俺の中で夢なんだけどね。多分なんかね、ちょっとまだやったことはない、そういうのじゃないっぽい、トロフィーって。まあね、うん、トロフィーってそういうことじゃないっぽい、うん、何かで勝ち抜いたりしないといけないからね、うん、勝ち抜いたよね、やっぱね、勝ち抜いたらトロフィーもらえるんじゃない。なるほどね、勝ち抜き戦を制したら、うんうん、個人的に勝してもらうもんじゃないと、うん、そうかもね、みんなで決めるもんだと、うん、うんうん、はい、ということで、今僕らの目の前にメンバーの名前が書かれたカードがね、多分伏せて置いてあるわけなんですけども、それぞれがカードを引いてそのカードに書かれた人に向けて賞を授与していきたいと思いますというね。なるほどね、うん、うんうんうん、じゃあどうですね、なんかこれでシャッフルして、シャッフをしてもらって、 iPod シャッフルってあったよ、あったね。はいはいはい、じゃあもうみんな分かんない感じになってると思いますけども、じゃあ賞を授与していきたいと思いますけども、難しいよね、難しいよね、難しい大喜利だよ、難しい難しい大喜利だよこれは。なんで俺たちっていつもラジオで大喜利やってんだろう。大喜利バンドじゃない、大喜利になってる、この一時期ラジオドラマバンドの時もあったよね、あったね、あのスクールオブロック内でセカオワロックスやらせていただいた時とかはね、うん、そうだよね、なんかザハウスちょっとこういう時ちょっとドキドキするんだよね、そうなんだ、わかる、うん、なんか急な無茶ぶりみたいなの来るよね、なんかね、何か決まった人いますか、じゃあ僕、じゃあラブさん、はい、はい、じゃあ賞を授与していきたいと思います、はい、世界の終わり中陣殿、はい、最優秀腹筋賞。、あなたはハビットデジタルタトゥー版の撮影の時水分を抜き、その、はい、割れた腹筋を最高の状態で見せるように努力していた、ここにあなたの功労を称え表彰いたします、 DJ ラブより、ありがとうございます。、まあ、すごいなと思って、まあ、水抜いてましたね、なんか一応、ね、数日前からあんまり固形物口にしない、ね、腹筋が出てる衣装だったわけじゃないですか、はい、そんな出てなかったけどね、言うほど出てなかった、そんな出てなかったね。そんな水抜きするまでじゃなかったね、うん、あこんな感じかって思ったけど、中陣が水抜きしてきて、はい、現場に入って、うん、じゃあまずヤンキーから撮りますって言われた時の中陣の反応ね。まだ水が飲めないのかと。そう、先にやってくれるとばっかり思ってたからね、腹筋の方でもそれもね、跳ねのけて水を抜き、すごい頑張ってたなということで、今回この賞をね、うん、表彰いたしたいと思います。よくわからないキャラをねやらせていただきましたけどね。大変じゃない、でもそのシックスパックキャラっていう、うん、キャラじゃないけど、キャラじゃないけど、まあ、まあキャラなくなったなって言われちゃったらなくなったって思っちゃう、なくせないよね、なくせないでしょ、そのプレッシャーはあるよね、
プレッシャーあるよ。よかった、俺、シックスパックじゃなくて。ああ、よかったなって思ってるよ。うん、俺もワンパックでよかったなって思ってる。ワンパックだね。そうだね。ワンパックだね。いや、大変だよ。これ、いつまで付き合うのかなって思うときある。こいつら。それって、うん、この6匹とね。この6匹とね。もしかしたらね、4匹とかになったときに、ね、2人いなくなっちゃったなって。うん、どういう。ついにお前も一人かーってなるんだ、ね、寂しいなーみたいな。あいつら5匹ともどこ行っちゃったのかなーっていう日が来るかもしれないですね。かもしれないよね。うん、保つのいつまでやるんだろうなーと思いますけど。ありがとうございます。じゃあ次私行きます。はい。世界の終わり深瀬殿。はい。最優秀ファンタジーおじさん賞。なんだそれ。変なのもらった。いらない。いらない。あなたは自分の部屋までファンタジーに作り上げ子供たちを喜ばせているので、ここにあなたの功労をたたえ表彰いたします。沙織より。いや本当にね、うん、はい、もう本当お世話になってますとしか言いようがないですけどね。ちなみにだけど別に俺の部屋を子供用に作ったつもりは全くないんだけど、はい、子供たちが、まあ、そんな予定じゃなかったよね。そんな予定がじゃないし、とりあえず一旦俺の部屋はめちゃくちゃ大人っぽい、和風、まあめちゃくちゃ大人っぽい、うん、うんうん、楽しいらしいんだよ。そう、深瀬くんの部屋を通ってその先に、うんうん、ツリーハウスのなんか入り口が隠れ小部屋みたいなね。そうですね、秘密基地があるんですよ、うん、そうで、そこにそこ通らざるを得ない、ね、そこを通る深瀬くんの部屋の先にそこそのツリーハウスの部屋があって、そのツリーハウスからあのの窓を開けてこう下を見るとリビングの人たちにこう多いってこうできるみたいな吹き抜けになっててね、うんうん、大人気スポットなわけです、うん、そうだから、もううちの息子なんてさ、深瀬くんのその部屋が大好きでさ、うん、こう新しい人が来るとさ、うん、秘密基地行ったことあるかと、うん、でないって言うとさ、あの教えてあげるっつって手を引っ張ってさ、うん、勝手にこう深瀬くんの部屋に入っていって、うん、上からこう「おーい」ってこうやるじゃない、うん、でみんな「あーおーい」が始まったっつってこうみんなね、うん、下からね、うん、覗いてるけど、もうあの部屋ね、なんか子供の夢だよね。みんなあそこに行くもんね。ね、なんか、うん、子供いなくなっちゃってどうしたと思ったら、だいたい俺の部屋に。そうなんだよね。そうなんだよね、うん、リビングから子供が消えたって静かになったなと思ったら、そう俺の部屋にいるんだよ、うん、めっちゃだから本当、うん、下手なもの置けないよね。下手なものは持ってないよ下手なものね、うん、これなーにーって、あーわーわーわーってもなん別にないけど、うん、ないね本当もう、うん、なんかこう数えるぐらいしか物がないからね、うん、ないけど、うん、本当に深瀬くんの部屋のものいじり倒すから、みんな本当だ黙ってると、黙ってるといじり倒すでしょ、うんうん、これ何みたいな感じで、いやなんか万が一下手に触って倒れてきたり落ちてきたりするものはなるべく避けてるもん。うんうんうん、なんでそんなことしなくちゃいけないのプライベート空間もあると思うって感じ、ね、避けてますよそれは本当に。はい、ちょっとね、よりちょっともっとよりもっとみんなが楽しんでもらえるような部屋にしようかなと思ってますありがとうございます。じゃあ行きます。世界の終わり沙織殿最優秀運転賞。あなたはみんなに運転が向いてない向いてないと言われ続けたにもかかわらず教習所に通い、全て好成績のまま、教習所を通過していることをたたえ表彰します。世界の終わり深瀬より。意外とさ、ね、これさ、うん、そうなんだよね、意外なんだけど、どうやら運転がうまいらしいんだよ。いや、うまいとは言ってなかったんだけど、うん、別にただ仮面のあの試験は100点だった。深瀬くんは85点だったらしい。違うんだよ、だから俺は違うの、車のウインカーの特性を知らなかった、知らなかったからね。うん、あのちょっと雨出しみたいな、変なね、ウインカーの特製のやつの台に、まあ、当たっちゃったんだよね。そう、あるある、あれ私も路上出た時当たって、なんかあれあれ、うん、あれ戻んない戻んないみたいな、機能いらないんだ、なった、うん、でもなんか教習教官の人からすごい褒められたっていう話がすごい聞くから、うん、そうだったよ、もう100点で完璧でしたって言われたんだよ。これはもうセンスだなとしかも言わないセンスだとしか言わない、うん、運転の才能があるってことでしょ。いや、そうレーサー、ちょっと、うんうんうん、
まあでもすごい楽しい。うん。楽しそうにやってるよね。そう、すごい楽しくて、教習所行くのも楽しみなの。うん、なんなら学科もちょっと楽しい。なんか空いた時間とかずっとスマホで何してんだろうって思ったらさ、勉強してんだよね。うん。まあなんか面白い、あ、そうなんだっていう。今俺も言ったけど、さすがにそんな勉強しないんじゃない？いや、そこまでやってない。みんなの見えるところでしかやってないだけ。なんなん？子供の。ほら、待ち時間とかさ。あの暇な時にやってるだけだから、まあね、カメラのセッティング待ちとかさ、はいはいはい、そういうなんか何もやることがない、そうそうそう、ね、だから割と見えるとこでやってるだけで、家ではやったことないよ。なるほど。だけどまあ楽しいから、こういつぐらいかな、3月終わりぐらいからこう教習所通い始めてさ、うん、もうブルプラ終わってすぐ、うん、でまあ、すごく楽しくて、こう、教習所通い始めたんだ、うん、こんなでさ、こんなでさ、みたいな、うん、こう、みんなにいろんな話をしてたら、私、こう、大、あの、車、一大ブームを、なんか巻き起こした気がするんだよね。うん、ね、そうね。うん。沙織ちゃんの、あれで、教習所に入った人が、3人？そう、周りだけで3人いるね。すごいですよ、それは。お友達紹介キャンペーンがもしあったら。ただ大変だよ、もう。がっぽりだよ。うん、がっぽりかは知らないけど。3人ね。でもな、でもなんか最近みんな車の話し始めたじゃん。どうしてたし。そうなんですよ、ね、本当に。ちょっとしたブームがね。そう。来てるよね。うん。来てる。すごいと思いますよ。あんなに向いてない向いてない。ねえ、ね、まさかの展開だよ、ね。やめろやめろって言われ続けね。うん。うま、一番うまいかもしれない。そうだよ。峠攻めてくるわって言うわ、ね。うわすごいね。俺はすごい。うまいわ。うん、うまいね。はい。じゃあ次僕行きますね。最後か。世界の終わり DJ ラブドの、最優秀知識王賞。知識キング。言い直したと思ったらダジャレだ。知識キング賞を授けたいと思います。本当にあなたは何でも詳しい、何でも詳しくて、この沙織ちゃんがね、本当く教習所とか通い始め、なんかこう僕らも知らなかった莫大な車の知識を最近披露されていて、本当にそれは本当に僕らの何でしょうね、驚きになっています。ここにあったのポロモタ代表彰いたします。なんだろうね、まあ本当に詳しいんだなって、いや何でも詳しいな詳しいなと思ってたけど、車は本当何よりも詳しいんじゃないかって、なんかこんなに好きだったんだって思った。うん、ここまで詳しいことなかなかないなって。なんだろう、でも自分が車を買ったタイミングで結構好きで調べちゃったっていうのがあるかもね。うん、何うん、なんつう、車一個一個のサイズとかまで覚えてるったりするじゃん。それは今みんなでこうなどうするみたいな、うん、メンバーの車を、はい、排気量とかさ、うん、大体の大体の排気量は、まあ、分かったりするからさ、うん、サイズ感とかで、いろんなこと詳しいなって思ってきたけど、車が一番詳しいんじゃないかなって。そんな気がするね。うん、うん、すごい、もう分かんない言葉とかめっちゃ出てくるもんね。うん。うん。なんだっけな。ね、共同のラインで、俺たちメンバーのラインで、うん、サオちゃんが確か、なんだっけな、実写で、あ、うん、ラウンドアバウト。あ、そうそうそう。なんだっけ。なんだっけ、その、交差点の、環状交差点の話を出した時に、うんうんうん、なんか、しれっとラウンドアバウトみたいな言うんだよ。わかんない。そんな名前なんだ。いや、俺もわかんない。免許持ってるけどわかんなくて。でもラブさんってそういう人だよなって思って。なんかわかんない言葉使うよね。使うよね。さもみんな知ってるでしょみたいな感じ。うん、あとね、ABS の時もあったのよ。アンチロックブレーキシステム。アンチロックブレーキシステムね、みたいな。なるほどね、うん。あえてフルネームで言ってくださいね。そうそうそう。知識をね。いや、いいんですけどね。すごい楽しませてもらってますけどね。ほんと車詳しいなと思って、最近ほんと。好きだよね。驚いて。でも、沙織さんもそうなるかもしれないですよ。うん、免許取って、ちょっと自分の車買うってなった時に。めちゃめちゃ調べて。峠攻めるのにオートマで峠攻めるいやでも今オートマの方が、オートマ限定だからね今ね。うん、そうね、うん、ちょっとサーキット行ってくるわみたいなことになるかもしれない、ね、うーんってあの揺れる速度のあの定点カメラを次のファンクラブの動画にしたあいいね、 Vlog Vlog 渋いな今日はお互いに賞を
受賞し合いましたけども、車だね、なんかブームだね、ブームか、確かに車ブーム来てるね、うんうん、俺も全然車とか持ってないけどちょっと欲しくなってきたもんね、やっぱあまりほらついにほらもうついにこんな私のインフルエンス力がちょっともうメンバーにね、うん、興味なかったのに、そうね、でもこんだけ毎日ねみんなで話してるとなんかだんだん興味持ってくるよね、いや街の車とかもなんか見るようになっちゃったもんね。え、沙織ちゃんあそこでそのあの教習所でさ、ファンクラブの動画撮ってたの？撮ってんの？教習所内では撮ってないけど。内では撮ってないんだ。うん。撮るぞみたいな。え、一人で喋ってんの？そう、あの今日は仮面頑張るぞみたいなことやってるの。そう、仮面の試験の前にあのこれから効果測定を受けるので、うん、あのちょっと仮に今ここでやってみたいと思いますみたいな。あ、やってるんだ。そうやってみて、そのカメラを向けてやった時にね、なんと50点中50点満点だった。もうセンスがあれ満点取っちゃったと思って。すごいよ、天才なんじゃない、天才なんじゃない車の天才なんじゃない天才ドライバー。世界の終わりザハウスでは皆さんからメッセージを募集しています。番組への感想、質問、僕らに選曲してほしい選曲テーマなど、どんなことでも大丈夫です。アドレスは www.tfm.co.jp/house、www.tfm.co.jp/house です。それではまた来週土曜日夜10時半にお会いしましょう。ここまでのお相手は世界の終わり中陣と深瀬と沙織と DJ ラブでした。